かつてふるさとが恋しい時、この駅へ行ってふるさとなまりの言葉を聞いたという青春の日を思い浮かべながら、はっちゃん伊沢八郎さんです。ああ、上野駅。どこかに故郷の香りを乗せて入る車の懐かしさ、上野はおいらの心あの日、どこから始まった。公園の時計を見つめてたら、母の顔に出来た。心の駅だ。お店の食は狭いけど、胸にゃでっかい。